はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。デカスズ社高ダンスチャンネルでございます。えー、また久しぶりの投稿になってしまいましたけれども、えいろいろ、え年末ね、忙しい中、時間取れずに、ちょっとずつ、また、えー、ね、無理せず、やっていやっていこうと思いますので、ぜひ、えー、今後ともよろしくお願いします。はい。あさあ、本日はですね、えー、PP からの右回りっていう、 え、状況について、え、練習していこうかなと思います。で、PP から右回りする状況は、えー、まあ、よく使うバリエーションの、ランニングウィーブとか、オープンナチュラルとか、プロムナードターンとか、えー、まあ、PP からの右回りたくさん、ファールウェイ、ナチュラルファーラーウェイスとか、たくさんあるんですけれども、え、ここだけ押さえておくと、すごく、え、踊りやすくなるよっていうことを、え、ちょっと、やっていきたいと思います。はい。 それではですね、えー、まず PP からの右回りステップでよくあるのが、えー、例えば、ランニングイーブ、ナチュラルイーブってステップですね。例えば、ワルツとかでやる、1、2、3、1 2, 3、1, 2と3みたいなステップ。もしこっちですね、1、2、3、1 2, 3、1, 2と3みたいなステップとか、えーたえー、ナチュラルファーライフフィスケですね。1、2、3、1と2 3、3みたいなステップ。 ポイントといたしましてはですね、えー、男性が進んでいくのにまず先行している、えー、進行方向に先行しているんですけども、進行方向に先行している男性の後ろ側に女性がいます。女性は男性を先に出して、まず後ろ側を通りながら前に行くんですけども、ここ,こでやる男性の えー、テクニックとしましては、男性こ、この PP 出まして、右足前進しました。そうしたら、この右足の裏を、180度ぐらい、180度ぐらい、まあ、まあ半回転ぐらい、こうやって回すことによって、ライトランジみたいな姿勢を取れるように調整します。そうすると、PP から出て、ライトランジみたいな姿勢を調整することによって、男性は進行方向に後退する状況になりますので、女子は、後ろ側から、こうやって右側が、 こうやって出れるようになりますので、えー、この、ここから、このテクニックですね。このテクニック使えるようになると、入れ替わりがうまくいくと思います。この右枠が女性の位置なので、女性の位置を見てくださいね。まず、男性が前進してから、ここで足をターンしたときに右、右、この右枠は、 こちら側に動いていきます。ここですね。こちら側に動いて、アウトサイドパートナーに前進してくるプロムナードターンとかでも同じですね。まず出て男性がターンしたところから、胴体よりも、男性の胴体よりもこちら側ですね。はい。女性の動きとしましては、ここから。出たら、こう出たら、こっち側。こちら側に通っていくイメージです。 1231このまままっすぐ行っちゃうと相手とぶつかりますので、ね、これがフレームの進んでいく方がこっちこの方向に出てってあげるとうまく入れ替われますここから出てこうみたいな感じ女子はここから出たらこう来たら普通はこう行きたくなるのこっちに行く感じちょっと大げさですけど。 こうから、こうから、こういう方向わかるかな。はい、すごい、ちょっとしたテクニックなんですけれども、えっと、PP のからの右回りを踊るのにですね、えー、まあ、ヒントになると思いますので、ぜひ、えー、試してみてください。えー、セカ社交ダンスチャンネルでございました。はい、えー、よろしければ、チャンネル登録など、<laughs> え、いいねボタンなどよろしくお願いします。お疲れ様でした。また、なるべく頻繁にアップしたいと思います。よろしくお願いします。